アニメ、ルパン三世次元大介の声優が初の交代、小林清から大塚明夫へアニメルパン三世に登場するキャラクター、次元大介の声優が交代することが明らかに、1971年のテレビアニメ開始から50年にわたって声を当ててきた小林清から大塚明夫に引き継がれる、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世は、 世界的大泥棒あるセーヌルパンの孫であるルパン三世と次元、石川五右衛門、ミネフ二子、銭形ケブラ個性的なキャラクターが登場するアクションアニメ、この度10月9日に日本テレビ系でスタートする、ルパン三世、BART6 の声優陣が明らかに、栗田寛一、並川大輔、沢白美幸、山寺博和が続投するほか、島崎信長、 スタケンジロー、小原正人、諸星すみれも参加する次元の声優が交代するのは今回が初めてテレビアニメの第1シリーズで五右衛門に声を当てた大塚近男の息子である大塚秋夫が次元役でシリーズ初出演を果たすルパン三世、BART6 の初回は小林が最後に次元を演じた EPISOD0 時代オーナー。 第2回以降では大塚が次元に声を当てる。大塚昭夫大塚昭夫、拡大。現在88歳の小林は、ルパンハオレにとって一生ものの仕事であった。命を懸けてきた。わがままを言えば、90歳までやっていたかったが残念。なんとかかじりついていたかったが、無理だったと心境を告白。後を引き継ぐ大塚に、あとは昭夫ちゃんに委ねます。頑張ってちょうだい。 ただ、次元は孫女そこらの悪党とは違うぞ。江戸の行というもんだ。変な話だが、次元は江戸っ子だ。秋尾ちゃん、これは難しいぞ。雰囲気は j z z にも似ているんだと言葉を送る。最後は、これまで応援してくれた人たちにお礼を申し上げる。ありがとうございました。ルパン、俺はそろそろずらかるぜ。あばよと締めくくった。大塚によるコメントも下記の通り。 大イ貴ラがシリーズ構成を担当し、菅野前じが監督を務める、ルパン3世、BART6 は毎週土曜深夜にオンエア、HULU 他で配信も行われる、島崎信長の先は立つ先、立つ先が正式表記。